さあ、まあ大さんがねちゃんと帰ってきてくれたということなので、ただまあちょっといろいろ大さんも考えているでしょうから、まあ大さんにでもそのせっちゃんとかよしこさんにもですけど、そのまあ大さんの今後どう思いますかというか、ちょっと大さん本人の意見もだし、せっちゃんとよしこさんから見てもどういうふうに。どうすればいいとか、なんかちょっとアドバイスというか、ちょっと我々だけではどうしても考えきれないこともあるので、その辺教えてもらえたらなと。そうですね。まあ持ってきてくれたのは、ね、とりあえず一安心だったので、ちょっとその後のことというかこれからのことをさらにね、考えていかなきゃいけないね。まあまあ聞いてみましょう。はい。さあ設定が完了しました。僕がせっちゃん、手前大さん、真ん中小山の人形、そしてよしこさんですね。まあ質問がその前回。大さんのね、いろいろな、気持ちを聞けたので、それを含めてちょっと、皆さんに改めて、今後のことどうしようかなっていうのを話し合いたいなという感じですね。はい、それではいつも通り撮影します。これがねちょっと見せますよ今から皆さん。これちょっと皆さんびっくりしないでください。これいやこれ通りたくねえわこんなん。おいおおおおやばいやばいやばい。これはいいな。